もう競争、成果ランナーっていう感じでですね、もう狂って走るの方の競争ね。<laughs> うん、<laughs> そんな感じになってきた、<laughs> あの、成果成果の島根県から始まった成果のランなんですけども、 まあ、あの、自民党のね、竹下さんに25日昨日ですね、会ってですね、まあかなり、あの、トーンダウンするかな、どうかな、っていうふうに思ってたんですけども、90分にも及ぶ記者会見を行ってですね、もう、これはなかなか、あの、激しいな、という、で、まあ、あの、オリンピックをね、 あの、まあ、中心になってほしい人たちからすると、ええー、頑張れ頑張れ島根県知事へっていうふうになるんだけど、まあ、当然この島根県知事も官僚出身で、まあ、考えてるわけですよ。ね、あの、正義感だけっていうわけでは当然なくって、やっぱり、その、金が来ない。ね、おかしいだろうっていう、まあ、それ当然それもありだしで、あとですね、実際のところ、この島根県知事の、あの、怒りもごもっともだなっていうふうに思うのが、 もう、聖火リレーがですね、ぐちゃぐちゃになり始めていると。もう、なんかもう、え、これ、スポンサーこれで納得すんのっていうレベルでございます。<laughs> はい。えー、そのあたりも含めてですね、本間さんとちょっと話をしていきたいなというふうに思っております。本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、なんかね、いろいろ島根県の、あの、状況私もチェックしてみたんですが、 ま、島根県知事がここまで、あの、かなり強気に、えー、というか、まあ、追い詰められて、えー、もいると思うんですけど、まあ、お金が来ないと。緊急事態宣言が出てるところは、飲食店の時短要請の協力金が来る。しかし、島根県の方には緊急事態宣言出てない。でももう飲食店が、バブル崩壊の時以上にもうズタボロ、になっていて、うん、いや、これもうやばいぜっていう風な状況 で、そんな中で、なんかもう組織委員会はもうとにかくやれ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 。でも、やっていいけどコロナ出すなよ。な全部自分で考えろよ。うん、知らん。<laughs> あとは知らんみたいなこと言われて、もうふざけんなって。<laughs> 怒ったと思ったら、えー、自民党の竹下総務部長がですね、なんかお前注意するとかっていうふうに傲慢なこと言って。いやー、これはなかなかもう気持ちはわかるなっていう感じですね。うーん。うん、だよね。うん まあやっぱりその窮状つまり困っている状況がねうん、うん、やっぱりこうと、まあ、都会に住んでいる我々の想像を超えているっていうところは絶対あると思う,うん、うん、でそのねやっぱりいろいろ記事を読んでるとやっぱり松江市内の、うん たりやすさまじいみたいなのも書いてあるしね。で、まあ、島根はその全国で唯一死亡者が出てない、ねね、コロナでね。うん、で患者数も、うん、全然少ない。うん、でも少ない少ない少ないって言うけれども、うん、それはその当然ながら人口も少ないというのもあるし。 それと、その少ないのは、少ないからといって楽かっていうとそうではなくて、うんうん、当然、うんと、医療体制も脆弱だからね、うん、そのもしそれで逆にコロナ患者が少しでも多めに出れば、うん、もう医療体制が即崩壊するみたいなぐらい、うんうん、あの都内とか関東に比べたら脆弱なわけね。うん それへのこの恐怖感っていうのは、やっぱり並大抵のものもではないでないんか飲食店がね、あの島根県庁に対して、100点以上が休廃業の窮地にあると、うん、ま支援の給付金を求め、要望書を出したっていうニュースもあって、うん、まあだからこれはあの想像を絶するぐらいですね、おそらく大変な状況にあるんでしょうね。うん、だからほらほ 緊急事態宣言はない、出ていないけれども、うん、やっぱりもうもはや、その、自主的な、あれをしてるっていうでしょ、うん、もう。あ,のあと、あの、県民がもう外に出ないと、うんうん。そういうのもあるだろうね。うんうん、で、俺別の記事で読んだけど、やっぱり、まあその、コロナにかかって、うんうん 何を言われるか分からんとそのもう村八分にされるようなね、うん、まあそういうまあなあ、まあ、一体何を言ってんだって言,わ言えなくもないけれども、うん、まあそのそういうその超特有のね、うん、もう売金扱いされるとかさ、うん、会社辞めろって言われるとかさ、うん そういうことへの恐怖感っていうのは、すさ、うん、まじくある。うん、まあ、これ多分、ローカル共通だよね。まあ、そうだと思いますよ。うん。だって、どこの県でもさ、あれじゃない、他県から、他県ナンバーの車が通ったら石投げるとかさ、うん、やってたわけじゃん、うん、去年とかと。うん、まあやっぱりその恐怖感って一緒だよ。うん、で、島根県知事はもう再三国に対して要望を出してきたと。うん で、組織委員会に対しても、うん、まあ、別に、これは島根県知事じゃなくて、その、島根県の、うん、あの、担当チームだと思うけど、うん、まあ、繰り返し、えー、成果聖火リレーに関しては、どうすればいいのかっていう、うん、まあ、要望を出してきたけれども、うん、でも結局、まあ、昨日になってようやく、うん、あのー、一応発表されたんだけど、ねうん、ぐちゃぐちゃのがね。 ぐちゃぐちゃな、うん、もうこの内容がさ、結構すごい。<laughs> まあな、まあでもな、ね、あの、あれよ。僕は批判はするけれども、うん、いや、これか、現場に立ったらもう大変だねっていうね。いや、そうだと思いますよ。これ組織委員会もあとね、うん、あの、昨日発表になったのは、だから、つまり簡単に言っちゃうと、うん、まあ、火リレーは予定通りやる。うん、だけど、その、密になり、なっ なりそうになったら中止もあり得るっていうね。なんだかよくわかんねえなこの。その中止の根拠っていうか、うん、で、やっぱ大事なところはね、うん、中止の判断は各県に任せてるっていう。うん、もうそうなるとこれ、現場への負担が半端ないよね。うん、え、なんか人がいっぱい集まりつつあるので今日は中止って、<laughs> えって。<laughs> それはと、いやさ、 だって、前の日 <laughs>、あらゆるイベントがそうだけどさ、うん、やっぱ普通前の日とかじゃん最悪でも。いや、そうだよ。最悪でもよ、うん。で、それがさ、いや、それはそのね、コンサートにおいてさ、誰かがこの病気になったとか、そういうのはしょうがない、うん。それはしょうがないとして、うん。普通は前の日とか前々の日とか、一週間前に中止になるでしょ、うんうん、だけど、これって、 なんか人がいっぱい集まってきたらやばいから中止にするかもみたいなこと言ってるわけ。うん、それってもうもはやこのイベントとかそういうものを超えちゃってるよね、はっきり言ってね。うん。うん、で、しかもこれ、つまり200メートルずつチンタラチンタラ走りながら、こう、剣をさ、こう行くでしょそしたらさ、 ここからここまでは中止だけど、<laughs> こっちからこっちはやるのかとかさ。<laughs> もうむちゃくちゃよ。もうむちゃくちゃよ、これ。本当に。うん。それで、あの、でも、沿道に集まるなとは言いませんとかって言ってるわけ。何をやりたいんだよっていうね。うん、あの、密は避けてください。うん、でも、沿道に集まること、 道でも、密にはならないでください。うん、で、えーと、拍手だけでお願いします、うんうん。それで、またね、これがまたね、さらにね、あるんだな。これはね、報道されてるところとされてないところがあるんだけど、はい、あのー、その聖火ランナーが、うん

ずいぶん多くの人が言ってたの、うん、例えば東北の人たちが言ってたのは、うん、やっぱり自分が走ることによって、その、何その復興さ、うん、あの、復興をこう、あれしたいと。うん、あの、復興している姿を拡散させたいとか、なんとかって人に勇気を与えたいとか、いろんなこと言ってたわけ、うん、それってやっぱりさ、映んなきゃしょうがねえじゃねえかよっていうね。うん、つまり、これ、 要すするにですね本人たちは場所を秘密にスタートする場所を秘密にしておけと、うん、SNS も公開すんなと、うん、でもみんな集まってくださいと、うん、ででも密集はしないでくださいと2メートル間隔に並んでくださいとでそんでマスクしてくださいとそんで <laughs> もはやい <laughs> 無言でカル, <laughs> カルトイベントですよ、これ完全に。ね<え>、うん で、それでみんな、聖火ランナーじゃなくって、スポンサーのロゴを見てください。っていうことでしょ。ういやー、恐怖。これはなかなかね、これ逆にね、シュールだから、俺見に行きたくなってきちゃったよ。ナチスもびっくりって感じ、これ。あまりにもシュールすぎる。うん。で、 とにかく、これ、各県から早速ね、やっぱり、不安が上がってるけど、うん、うん、だからさっきも言ったけど、一体密っていうのはどれぐらいの密 <laughs>、その密集のものを密と言って、中止判断の材料に住んでるかっていうのはね、うん、もう完全に地元にぶん投げられてる、うん。だこれはきつい。めちゃくちゃきつい。 いや、なんだっけ。有名人はさ、う道、ん、行動を走るな、みたいなことを言いつつ、うん、えー、うん、どっかその人が管理できるとこだったら走ってもいい。なんかつまり、競技場、競技場とかね。いや、だってさか、密集は避けてください。でも、感染の自粛はしませんって言ってるからね。うん、言ってる。うん。うん、あ、でもインターネットでも配信しますから見てほしい。うん、でもね、来てもほしいんだみたいななん <laughs> なんですか、それは。っていう <laughs>。 もうアホだ。アホ。すごいよね。いや、こんなことを押し付けられたら、島根県知事以外も、怒るって、うん。怒るよね。うん。いや、い逆にこれで怒らなかったら、相当なる、オリンピックカルト教団の一位だと思います。うん、いや、これは大変だよ。あ、うん、そう。で、こんなさ、 まあ、そうは言っても、だから、当初のね。うん、なんかほら、ネットでいっぱい出てるけど、石原さとみがさ、うん,うんうん。去年、旅行演習したでしょうんうん。で、いっぱい写真写ってんじゃん。うん。ああいうとにかく集まりはダメだっつってるわけよ。うん、<laughs> だけど来てくださいって。<laughs> そうそうそう。だけど来てほしいんです。スポンサーのロゴ見てほしいんですって。いやー。 あれ、石原さとみの写真出すのは不適切だよね。ああだって、ああなっちゃいけないんだもん。うん。あれは。うん。ああいうふうには絶対にしちゃいけないんだよっていうのに、うん、えーっと、例えになる写真がないからあれ使ってるけどさ。うん、ああなっちゃいけないわけよ。はい。ちょっとすいません。<laughs> だから石原さとみの写真を不適切と。うん。 だって、ああなっちゃいけないわけだからさ。あの、もう今、なんだっけ、その、ほとんどのニュースサイトはやっぱあの写真使ってるんだけど、まああれしか例がないから、ああなっちゃダメですっていう写真。あれ、ほんと不適切だよね。ねえ、ちいちゃんもそう思う。ねちぃさん。で、ああなってはならない。でも、適度に集まって、適度に。 で,で、あと拍手、<し>拍手でお願いします。叫ばないで。そうそうそう,そう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 。で、密になったら、あなたたちの責任だから。うん。カ界で中心になったお前らの責任だぞって。ここ大事、ここ大事。うん、ここが大事なんだうん。あの、密に、沿道に集まってね。うん。でも密になったらダメなうん。密になりすぎたら、あなたたちのせいだから。うん。 中心になったらあんたたちのせいだからって言うん、<laughs> すごいな、これはっていう、うん。まあ、あのー、まあ、組織委員会のね、うん。が、聖火リレーを中心にしない限りはね、うん。まあ、こういう指示の出し方しかないのよ。うん。彼らの立場に立ってばね。うん。それはそうだ。あのー、だって、ほら。いや、もう関係ねえんだと、コロナは。うん。 とにかく、もう、あの、聖火リレー、この松明もっと走れば、うん、あれ、あの、ウイルスは、うん、あの、除去できるんだ。うん。っていう勢いで、みんな集まれーってやる、じゃなければね。うん。こういう対処方法しか、まあ、ない。うん。対処方法っていうか、対処方法。対処になってんのかって。<laughs> なってないけどね。<laughs> そもそもなってはいない、ね。<ー>うん。 まあそれでもなんていうのかなこ、これ、こういうことを、こう、正気な顔で発表するっていうのが、なかなかすごい。いやなんか原発事故の時の爆破弁みたいな感じですね、これ。明らかにおかしいんだけど、これはあの福島原発、正常に作動したっぽいみたいな。ああ、なるほどね。うん、あそう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 。うん なんか真面目に言われると、へえ、これでいいのかなと思っちゃうけど、いやいや、気狂ってるよ、これっていう。<laughs> その通り。うん。いやー、すごいよ、うん、これは。これは厳しいよね。うん、まあ、それで結局、その、直近で言うと、3月25日に福島から始まって、うん、えっと、どれだっけ 福島から始まって、うん、あの、リストあったよね。はい。あの、福島から始まって、えっ、ー、と、次は、栃木だったっけなええー、福島の次が、ええー、栃木ですね。栃木じゃないですか。あ、栃木だよね。うん、で、その、栃木は、えっ、ー、と、非常、あとなんだっけ。 非常事態独自に外出自粛要請をしているってい、ね、やってるから大丈夫かどうかは参加っていう感じだよね。うんうん、で、群馬もそう。群馬もそう。うん、で、岐阜とか愛知とか大阪は×印がついてるもんな×は政府の緊急事態宣言の対象です。そうだよね だからまあ、まあこうやって見てると、まあでも今のところ無理っていう,無理っていうか、開催できないって言ってる県はあんまりない。うん、もちろん緊急事態宣言で引っかかる引っ引かかればだめだけど。そうなりますね。ね。うん、だから、これはしかし。まあそれで、うん スポンサー、まあ、発表したんだから、スポンサーの了解は取ったと思うんだけど。そりゃあもう、裏からお金仕事回すからさ、ですよ。うん、これは絶対に。だ,ね、だってこの前のなんか、血税アプリ73億円やっぱり調べたけど、NTT コミュニケーションズでしたよ。うん。うん、だったよね。あれさ、冷静に考えると73億円を、ね、えー、っと、 し、最低でも今から3ヶ月ぐらいでは作らないとダメなんですよ。うん。後期は3ヶ月なんですよ。うん。で、後期は3ヶ月って考えたときに、人月100万円ぐらいなんですよね。開発のプログラマーって下請けに投げるとき、ちょっと高めに見ても。うん。73億って、えっと、何人 ?73 億割る100万円って、 えー、73億割る100万円だから、100で割ると、73の7万3000人分かな後期。<laughs> ってことになるのか、えー、ちょっと待ってね、えー。73億だからちょっと。要するにありえない数字なんですよ、あれ。うん 1>, 1、10、100、1000、10万、100万、1000万、1億、10億割る、1、10 100、1000万、10万、100万。あっ、7300人分だ。うんうん、で、これを1か月で割るとですね。 えー、2433人なんですよ。3ヶ月作ろうと思ったら。でも、通常プログラミングの設計っていうのは、まず最初に、その設計図を考える必要があるんですよね。で設計図を考えて、 で、その時にね、どんだけ大規模なプログラミングでも、まあ数十人がまずチェックするわけですよ。こうやって設計図を作って。で、それで設計図ができたら、はいどうぞって、例えば100人ぐらいで作って、で、これが3年間で70億円かかるとかだったらまあわかるんですよ、これ。だけど、普通の家の工事とかでもね、考えてほしいんですけど、大工さんってさ、まあ、 トび職の人とかいろんな人とか数十人でまあ1年2年かけてトンカントンカンやって立てるとするじゃないですか。でもそれを2400人の大工さんがふわーって群がって3ヶ月でポーンって作れないですよね。原理的に考えて。だからこれ発注の仕方としてもおかしい。っていうことはこれ何かしらのリベート代が含まれてんじゃねえのって疑われる金額なんですよ。三3年で73億だったらわかるんだけど。 そういうのをスポンサーに対していっぱいやってるから、おそらくスポンサーは何も言わないんじゃないかって考えちゃうまあまあ、それはあるだろうね。うん、何がしかの、何、うん、あの、まあ、こっちはダメだけど、こっちでなんとかっていうね。うん、まあ、そういうインセンティブはあるよね、やっぱね。うん、それをしない限り納得しないと思うよ、うん、やっぱり。うん、うん。だって当初は、当初案っていうのでは、うん スポンサーの名前がデカデカ貼ってあるバスみたいなものをね、まず先頭に立たせて、それでスピーカーでガンガン音楽流して、はい、よっといで、よっといで、つって昔の紙芝居みたいなさ、ピーヒャラピーヒャラやってね、あーみんな集まれ、つって、花たれども集まれ、つって、はなた花垂れども。 で、なんかこう、アメな何かあげてさ。うん。で、当初はそういう予定だったんだからね。うん、で、どん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 やってさ。で、その車の後ろを聖火ランナーが走るっていうね。うん、まあ、それはそれでなかなかシュールで見てみたいなとは思ったんだけどさ。うん、あのー、もう、だから当たり前だけど、スポンサーの名称、うん。どれだけ振りまくのかっていうさ。うん まあそういう話だったわけよ。うん、だけど、まあもうそれはできない。あのー、つまり音声を流せないだろうね。うん、集まれーってできないわけだからさ。うんああ。だから、あのー、その音声まず流せないから、でもまあ、スポンサー名が入った車は出す。うん。だろうけれどもね。うん。 でもなんか変だよね、きっとね。うん、だってさ、うん、音出さないでくれって言ってるわけよ。うん、ってことはさ、なんか例えばその辺の国道でやってもさ、うん、やってんだかやってないんだかわかんないみたいなね。で、こうやって。<laughs> で、走ってるだけ。みんな、こう、やってだけしさ、なんとか。はい、んベンダ離れでーって。なんとかちゃんとか、なんとかさんって言っちゃいけないんだよ。うん。言ったら袋叩きですか。 いやあ、なんあれか、あれか、じゃあ、言ったら、あの、エンドのほら、セーカラーのほら、周りをさ、こう、守って走るようにるじゃん。うんあれがこう、コンボを持ってて、こう、声出しやすい。あるいはゴム弾とかでドンドンって。何何のためにやるんだよっていうね。うん。だから、 あの、結論からさ、先に言っちゃうとさ、うん、もはやね、セこれ、聖火リレーの意味をなしてないから。うん。うん、で、あのー、聖火、うん、リレーの唯一最大のさ、うん、目的っていうのは、とにかく賑やかしなんだから。うん。賑やかしって日本語ね。うん、これ、あの、今回のさ、あの、<laughs> 組織委員会のお達しでは、賑やかししちゃダメだって書いてあるわけよ。うん。うん 賑やかしやりすぎたら中止だぞって言われててさ。何なんだろうねもう。もうね、あの、もうあの、なんていうの、聖火リレーの、あの、目的をもう完全に、あの、なんていうの、いつだっていってうか、消滅してるから、うん、ここね。うん。意味ない。全く意味ない。でも、やるんだと。うん。うん。だから昨日かな、もう、一昨日かな言ったけど、 やることだけが自己目的化してるわけよ。うん、中身はどうでもいいの。うん、中身は。まあ、中身はもうしっちゃかめっちゃかだけど、うん、とりあえず聖火リレーはなんとかやると。うん、だからオリンピック中止したくない。で、なんでこれそこまでしてこだわるかって言ったら、うん、いや、オリンピック中止したくないからよ。うん。うん。聖火リレーが中止になったらさ、うん、まあ、お城で言えばさ、うん まあ、あのー、もう、外堀も内堀も埋められちゃったみたいな感じ。内堀埋められちゃって、うん、まあ、大手門は開いちゃったかな、みたいな。<laughs> 真田丸も陥落してるな、みたいな。<laughs> <laughs> そうん、真田丸はもうとっくの昔に陥落してる。陥落してる。で、うん、もう、あとは、ね、本丸、うん、二の丸、三の丸ももうダメか、焼け落ちたみたいな感じで、うん、なっちゃうから、 現時点でやっぱりオリンピック、あのー、聖火リレーを現時点で中止するというわけにはいかない。うん。うん。まあ、それは予想の範囲内だよね。うん、あのー、中止するんだったらやっぱり3月に入ってい、うん、始まる前に中止を宣言する。うん、だから今の時点では宣言しないだろうなぁと思ってたけど。ここまで無茶苦茶になるか。ま、なるよね、だってね。ううん。それ、うん、はなるよ。だって、 本来やっちゃいけないんだもん。うん、あのー、本、本来っていうか、そもそも論で言えばさ、うん、だって、人集まんなって言っていて、うん、緊急事態宣言やってるわけでしょ。うん、なのに、この聖火リレーっていうのは、集まれっていうイベントなんだ、ね、で、どんだけ人を集めて、どんちゃかどんちゃかできるかっていうね。うん、それが目的だったんだからさ。うん もうそれができなくなった時点で、聖火、うん、リレーの意味をなさない。うん。よね。うん。で、その意味をなさない聖火リレーのために、各県が1億とか2億っていう予算を拒出してやる。うん。うん、もう、馬鹿の上塗りなんじゃねえか、うん、これ、ねで。それはねあの、毎日新聞の昨日の島根県知事の記者会見でもう明確に、 言われているんですよね。島根県知事の要望は大きく2点であると。第1に第3波を踏まえたコロナ対策の改善。五輪というイベントに合わせ対応していく必要があると。まあ、あの、いろいろね、あるけども、あの、聖火リレーの開催に県費を投入して協力するのが難しいと中止検討を表明した、えー。東京都における対応の向上、政府に東京五輪の開催の環境を整えてほしい。 これがまず1点として上がっていて、それはこんな無茶苦茶なことをされたらね、普通に考えてね、ふざけんなって言うよ、うん。で、2点目が、あの、緊急地態宣言を受けた感染が拡大してない地域。政府の分科会から感染の主たる要因は飲食だと示され、強力な措置が取られたと。感染が拡大した地域においては感染拡大を防ぐための営業時間短縮を要請し、協力金が払われる。島根県のように短縮を要請する必要がなかったところもあるが、 それでも結局来ないんだと。お客さんが。だから助けてくれよと。うん、だから島田県知事が言っていることっていうのは、まあ、お金をくれと。じゃないと、協力はできん。っていうことだと思うんですよね。うん。うん。むっちゃけや、そういうこと、ね。うん。うん、でもそれでもそうだと思うよ。うん。こんなむちゃくちゃなこと要望されておいて、金を払えまへんとかって言われてさ。<笑><笑>ていうか、っていうか、あんたらの負担だからねって,言われてそうそうそう。 <laughs> 謎謎すぎるだろう、うん、いくら何でも謎すぎるだろうっていうね。うん、本当にひどい話ですよ。で、ただね、政府側としても、組織委員会してもお金は多分出せないと思うんですよね。うん。あの、だってじゃあ島根県だけ入っていうふうにやったら多分、そこら中の結果、うんうん、じゃあ俺も俺もセガリで中止決定するとかって言い出して、 しまうから、うん、結局これ、うん、緊急事態宣言出してないところ以外にも、時短要請の協力金を払いますって。うん、こう言って、え、じゃあそれに一体何百億何千億かかんのとか。<laughs> で、追加でこの対策をするためのお金。うん、じゃああの国から、えー、っと、2、3億かかるんで、それぞれた追加で100億とか。<laughs> そんな金は、少なくとも、あれなんですよ、えー、っと、組織委員会にはないです。 もちろんだ。うん。で、政府としても、これをねじ曲げることもできないし、かつ、緊急事態宣言解除されようとしてるわけですよね、都内も。うん、なのに、今から時短要請金後出しで出します。うん、これももう筋が通らないから、かそう考えると、多分まあ、そんな島根県知事としてはそんなわかってると思うので、うん、あの、じゃあ、無制化履で中止でいいですよねっていう方向に持っていくのか、別の名目で金をもらって、 であーのーじゃあ、ま、しょうがね協力してやるかっていうふうにするか。まあ、どっちかでしょうね、うん、これは。うん、まあ、そういうこと。うん。うん。まず、あ、だって、ほんとさ、うん、<laughs> あの、何回も言うけど、この、うん、聖火リレーを実施する費用っていうのは、うん、ま、各県の負担だからね。うん、だら組織委員会なんて別にさなん、むっちゃくちゃなこと言ったって、うん 彼ら自分の腹をあの痛まないからさ。うん、らどうだって言い訳をはっきり言えば。うん、うん。で、1億かけようが2億かけようが、うん、それは各県の勝手でしょっていうね。うん、いう話ですさ。うん、でもとにかくね、気をつけろよ、と。うん、密になんじゃねえぞ、と。うん、でも人集めろよ。 で、それに対して、島根県知事が、地元からも、まあ、あの、飲食店100店舗以上からも要請を受けて、お前ふざけんじゃねえぞ、わかったと。ね。あの、こんなこと言われて確かに怒るのはわかるとで。俺も次の選挙で落ちるのが嫌だと。だから、あの、日本政府に殴り込みじゃーみたいな、あの、まあ、そういうことですな、これは。うん。でそれを普通怒るで、これは。こんなことされた。<laughs> あ,あ、怒るよ、これは。うん 一体何の意味があるの、ねうん、本当に何の意味があるのか。うん、うん。それだったらさ、うん、その1億とか2億っていう金があるんならさ、うんうん、たった2日間で消えるんだよ、それ、うんそ。その意味不明なカルトイベントのために。うんうん バカなの <laughs> バカなんだけどさ。<laughs> バカなんだけど、うん。それにさ、1億とか2億払うんだったら、そりゃさ、うん、飲食と、飲食店に、飲食店にかかわらず、こ、うん、のコロナで打撃を受けた人たちから見りゃさ、うん、そりゃー、えー、なんか、お貴族様が、何かね、うん。 あのー、こっちはさ、うん、食うや食わずの生活なのに、うん、なんかお貴族様たちは、なんかこう、お気楽に、なんかこんな松明持って走ってるぞみたいなね、うん、そう見られても、仕方がないよね、うん、これはね、うん,なんかやめた方がいいよ、まあ、やめた方がいいよっていうか、あ聖火リレーをやめるってことは、オリンピックやめるってことだけどね。うん それで、なんか、橋本聖子が、あの、んオリンピックに人を入れる、うんうん、どれぐらい人を入れるかどうかの発表は来月25日ぐらいだろうってね。うん、まあ、一応言ったと。うん、で、なんだっけ、うん、IOC は4月でもいいんじゃねえか、みたいな。ほんといい加減だよな、いあいつら。違う、IOC が言う資格ねえからっていう。<laughs> 外国人観光客受け入れるのは4月からでいいんじゃないってなんでお前に言われなきゃだめなっていうまあ、もうさ、あのどう別に IOC は別にさ、うん、いつどうなったってもう関係ないから、あのー、中止になるんだったら中止になってさ、うん、まあそれはある程度保険でなんとかするしね、うん、もうしょうがないと。ただ、日本側が頑張るんだったら止める必要はない。うんうんで うーんと、3月を飛び越えて4月5月まで引っ張れば、うん、まあ結局そのほら例の73億円のさ、うん、アプリだってさ、早く中止すりゃ、それは少しは金回収できるかもしれないじゃん。うん、で、あといろいろな施設、作ってる仮設スタンド、もうやめるってや決まりゃさ、うん、作るのやめられるんだよ。うん だけど、それをまた引っ張って引っ張ってってやって、結局、最後の最後でドトキャンした時には、もうすべて予算使い切りました。うん、すまへっていうね、もうバカ、本当に大バカ。ね。うん。まあ、その姿が目に見えるような感じじゃない。うん、だから、3月のその発表の時点で、どういう 状況まあ、うん、もうワクチンが間に合う可能性はゼロになったからさ、うん、そうですねだからワクチンがーなんて言ってた、A、連中はもう姿消してるよね、うん。うん、だって届かねえんだもん。すごいよね、これね。うん、届いてて、まださ、その行き渡らせるのが大変だっていう話だったらね、うんうん、だったらまだ、んだからこういう時のためにお前、電通使うよ、電通みたいなさ。 うん。ンツとパソナ最強の中抜きタッグ使って、とにかくさ。最強の中抜きタッグ。最強中抜きタッグで、それでもなんか人気100万人ぐらい集めろって言ったら、うん。で、あの、なんとかするってなら話分かる。なんとかできるならまだね。でも、来ないんだ来ないんだもん。 こななんだもん。来なきゃしょうがないわね。うん。来ないんだもんな、ワクチンがさ。あとなんかあの、ちょっと面白いことが書かれていたんですけど、あの、小池都知事に言うのが筋じゃないのっていうふうになんか言われたらしいんですよね。ああ<ー>、<で>島根県知事。うん、そうそう、島根県知事が。で、そしたら、じあもう実は知事会に小池さん来てないんだと。うん。うん。もう、しかも5回ぐらい来てないんだと。 興味ないもん。うん、派遣には何の興味もないから、うん。つまり、小池さんに、まあ確かに開催都市契約結んでる小池さんに言うのは筋だけども、知事会にも参加してない。だからもうしょうがねえじゃんっていう。でちなみに、うん、あの、時短要請とか協力金に関しては毎日新聞の記事によるとですよ、東京都は、えっ、ー、と、4600億円くらいもらってるのかな うん、で島根県は、えー、4364億円支援金が国から出ていると。東京都,東京都、うん。島根県はいくらか。なんとですね、63億円なんです。桁が2つ違う。で、いい人口、あの、県の人口1人当たりで割っても、島根県は1人当たり9000円。うん、東京都は3万1000もらってると。 それで一生懸命ねえ、ああ、頑張ってコロナ防ぐぞってやったらゼロだ。普通、コロナを、その防いだところに、はい、あの、メットさんってお金渡されるんだっていいんだけど、<laughs> コロナ防いでないところが4300億バーンってもらって、せいロンんの星らせまーすとかって言って、一生懸命塞いでるところはお前自分の金でやれって <laughs>、それは普通怒るってこれは。あ、怒るよもう。いや、怒んない方がおかしい。 むしろ他県の知事が黙ってんのがおかしい。おかしいよ。まあ県によって濃淡あるから、ね。うん。もらえてる金も濃淡あるから。いやとにかくひどい話だよ。うん、で、まあ,あっきり言って東京から遠ければ遠いほどさ、うん。その、五輪の恩恵というものは、まあ、元から薄いわけじゃん。うん。でも観光客が来てくれるかもなーって当初はよ。当初。うん、あった。 で、このコロナになって、恩恵、うん、はゼロ。ほぼ、うん、ゼロになって、うん、だけど、もし、か外国人をオリンピックの時だけ入れたら、うん、そうしたら、まあ、何かが来るかもしれない。うん、で、その度に、なんかあれかって言ったなんかあの、もうもはやさ、黒船襲来だみたいな、大、うん、騒ぎになるわけじゃない。うん、外国人がなんかいきなり、 この半1年間ぐらい、なんか、パツキン見たことがなかったのに。<laughs> パツキン <laughs> パツキンまあまあ、うんうんうんねま見たことなかったと。そうなかった。うん。だけどいきなりあ、あの、なんとか、あのあれ、なんとか駅にパツキン3人組が現れましたみたいなさ。<laughs> 言い方が古すぎる。<laughs> まあ、あの、金髪の白人を刺されているんですね。<laughs> <laughs> うまあ、そういうね、ああいろんなその、とにかくだって、まあ、あの県外ナンバー来ただけで恐行が起きるのにさ、うん、そこに外国人とかワッシャワッシャやってきたら、うん、まあそれは結構な恐怖感だろうね。だからね、もう恩恵なんかないのよ、東京オリンピックって別に、うん、東京から遠くなればなるほど恩恵はないの。うんうん、だけど 瞬間的に恩恵どころか <laughs>、あのー、いわゆるこの、恐怖感みたいなものは来るわけよ。うん。だからね、んと、橋本聖子は3月25日に、うん。その無観客なのか、客どこまで入れるのかとかって判断する。うん。ある程度の判断をするんすうん。なんかね、やっぱりこう、人と喋ってると、うん。ちょっと知らない人と喋ってると、うん。 無観客って言ったら、本当選手しかいないんじゃねいかと思ってる人いっぱいいるのよ。だけどそれ違うからね。うん、無観客っていうのは、この後ろのこのあれに客が入ってないだけって、うん、この器にね。うん、選手と関係者だけでも、どんな少なくても3、4万人ぐらいいて、うんうん、で、さらに、そこに、えー、っと、その、 あれが、プレスが入ってくるからね。うん、プレス、要するにメディア、うん、全世界からのメディアが入ってくる。うん、だって、結局、ほら、あのー、観客もいないとなると、うん、じゃあ全世界にどうやって発信するって言ったら、メディアが発信するしかないじゃん、はっきり言って。うん、だから全世界からのメディアが入ってくるよ、うん、これ。これだって数万人規模だからね、これね。うん。うん でそういう人たちをどう管理するのかって言ったら、あの、なんだかよくわかんない73億円のアプリで何とかする。ね、うん、そんな完成しないんじゃないかな。完成しないじゃなあと,とあ。でも73億円のうち99%を中抜きしてですね、数千万円で日記アプリだったらできるよ。なるほどな。<laughs> そういうことだと思うけどね、あれは。<laughs> それで。 責任ね誰も追及されないでしょ、うんうん、で、いやなんか今、組織委員会の中では、73億じゃ足りねえんじゃねえかって声が出てる。マジで <laughs> 追加予算が必要なんじゃねえかって。追加予算なんじゃなくて、追加リベートが足らんっていうことですよ、それは。ね。 めちゃくちゃやってるぞもう。<ー>今、だから、カジバ泥棒になりつつあるんだよあそうでしょう。うん。あらゆる面で、カジバ泥棒が頻発してるわけ、今。うん。ますますひどくなるよね、これね。いや、なるでしょう。オ、うん、3億で足りないって、だから、ファイナルファンタジーでも作るかって、本当に。 あなたたちはもういいや、信長の野望に使ってくれよ。でも信長の野望は3ヶ月、70億あっても3ヶ月はできないから。<laughs> うん。単純なアプリだけですよ、作れるとしたら。だよね。うん<ー>。だってすごいよ、それビザと連動させようとしてんだよ。<ー>入国ビザと。そんなことをやっちゃっていいのっていうね。いや、まあ、無理ですよ。できません、できません。 いやこれは本当にすごいよ、話よ。やめなきゃいけないのに、うん、だからそうやってだから諦めが悪いとそういうことをし始めるわけよ。本当にアホだからさ、うん、聖火リレーなんてもう、本来の聖火リレーの姿を成してないんだから、うんうん、やめるべきだよ、本当に。うん,うん、うん。何の意味もない。 だってこれじゃあさ、本当、例えば、まあ、僕のね住んでるこのマンションから5 0 0ルぐらい行くと、うん、国道があるのね、はい、6号が、うん、でそこを通る予定だったのよ、うん、で従来だったらさあのさっきも言ったけどドンピラドンラやって、うん、車がね、うん、アイスピーカーで音量、うん、音楽の話でみんな集まれってほって。うんほら 暇人クズのも集まれみたいな感じでね。<laughs> やる予定だったわけ。スポンサー様のロゴを見に来いか聖火ランナー別に見なくていいから、スポンサーのロゴを見に来いっていうわけですね。あスポンサー様のお通りだーっ,つってね。うん、で、やる予定だったのに、今のやり方だったら、うん、今日今今六6号でやってても、うん、お誰も気づかないよ、これ。し<ん>ね。すごいシュールだ。うん わずかに拍手の音が聞こえるかないや、500メートル先まで届く拍手の音はないよ <laughs>。ないよね。いや、いくらみんなでやったとして。いや、無理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 。いや、いやそれでね、ワクチンはね、5月以降から高齢者接種だというふうに言ってたんですけど、政府が。本日のニュースでですね、何が、あの、6月からっていうふうになりました。<laughs> しかも6月中に配送とかって言ってるんですよ。おう。うん。うん うん。すごいね。うん、なかなか濁すね。うん。すごいよな日々さ遅れてってる <laughs>。日々交代してるじゃん。いやーあのー、ほんさん、交代とか言ったら、行軍に失礼です。これは転身です。うん。栄誉ある転身でございます、これ。 いや、で、これでさ、しかもなんか、新型コロナウイルスワクチンをめぐってね、3600万人が2回接種できる量について、全国自治体への配送を6月中に完了っつってんだけど、いや、おかしいな、なんか40万人分ぐらいしか届くスケジュールが決まってないんちゃうんだけど、<laughs> な、な、これな、コードさん何を根拠にこれ言ってんだろうな。うん。まあもうね、そこもグダグダだからさ、 とにかく、仏が来なきゃどうしようもないじゃん。んまさに、絵に描いた餅をさ、今こう、バンバンぶん投げてるわけ <laughs> あ、<laughs> 絵に描いた餅を描いてる。は、あ、お腹すいた <laughs> よしよしきなこ餅っつってこれ。え、まだ足らないあんこっつって。<laughs> え、まだ足らないのえー、っ鏡餅っつって。<laughs> ずーっと描き続けてるみたいな、<laughs> そういう感じですね。そうそうそう。<laughs> <laughs> もうそんなことをさ、うん、真面目な顔してやってるわけよ。で、それでワクチンが届かない状況で、聖火ランナーがこうやって走ってるとこで密ができて、コロナ感染した、お前のせいだからって言われるわけですね。<あ> <laughs> いやさすが美しい日本。めちゃくちゃだって、ほ、うんとに。うん。だから、まあ、朝日なんかもさ、うん、本当にこれでできんのかみたいなことは書いてるけど、うん、まあ、まだ甘いよね。甘いでしょ。 まあ全然だからもうそのその、とにかくもう聖,火ラン聖火リレーの体を成してないから、うん、これ、うん、まあまあそこを中心にすべきですよって、本当、うん、さ、財政、まあでも、とにかくローカルにとってはさ、東京都にとっては1億、2億なんて、別に橋田金ですけど、うん、東京都にとってはよ、うん、住んでる人じゃないから、うん、東京都にとって。でも あの、地方の県にとって、うん、1億に億ってって巨大な金額だからね。うん、それをさ、なんかまあ、カルトイベントに使ってていいわけないだろうって話で、ね。まあ、そういう状況なんですわ、<laughs> ということですね。まあ、あのー、島根県知事が自民党にこう、ラーって言いに来たけど、 まあ多分お金は出せないだろうなって、島根県認めちゃったら他のところも、おらおらおらってなるから。まあそうよ。うん。うん。多分お金がもらえるって分かった途端、あのー、吉村知事とかも、聖火リレー行きました、中止を検討しますって、<laughs> あの野球に言い出したりすると思うやるな。うんうん。小池まで言い出したりして、いや、うん、うちも中止しようかな、みたいな。<laughs> やるよな、ね、聞くてやるやん、ね。うん。うん まあ、大阪は大丈夫です。英会連全員にあの、ほら、うん、あれ配ってさ。何配んのイソジン配んのイソジン配ってさ。<laughs> イソジンあれ一杯飲んでから走れって。まあ、きっとやりゃ大丈夫。うん、吉村君とか多分自分がさ、走ったりする、こう、なんか光景とか思いを描いてただろうね。うん。ね、キーさん。まあ、そんなわけでね、本当に一体これはどうなるのかと。 あの、いう状況になってきましたけど、まあ、あのー、多分戦争のね、第二次世界大戦、終わる前ってこうやってどん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 政府って狂ってたんだなっていう風なのを思い浮かせるような、まあそういう状況に、ねあのー、なってますね。はい。ただ実際第二次、ね、世界大戦、太平洋戦争の時、日本はですね、原爆2発食らってからやめましたから、その原爆が落ちずに、あーのー、中止になることを願います。 ま、そんなわけで今日も読書っていうことと、まあ、あとね、うん、あの、皆さん、あの、本当にカンパいただいてる皆さん、本当にありがとうございます。ぜひね、この番組続けていくためにもカンパをね、いただけるととても嬉しいし、えー、あとですね、あのー、ま、カンパをね、できないという人も見ていただいてるだけでも、まあ、広告見ていただいてるわけですから、本当にありがたいことでございます。まあ、そんなわけで今日も読書っていうことで、本間さん、ありがとうございます。 それではチャンネル登録といいねよろしくお願いします。カンパのやり方に関してはこの下の方に書いてあります。それでは。